はい、パエリアセット使っていきます。冷凍の魚介類、蒸し焼きにするって、解凍蒸し焼き、なんかいい感じですね。いい感じ、はい、一旦取ります。バター、玉ねぎ、ダメだ、片手じゃ切れ、はい、みじん切り完成。はい、玉ねぎの入った、みじん切りの玉ねぎの入ったフライパンをおもむろに、あ、全然これ消えてね、全然消えてね、あー、なんだ、スープ、ブイヨンとは水って書いてある、それないんでね、カツオでいいでしょう、ということでカツオ入れます。さあ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 、はい、玉ねぎが透明になってきたので、ここでご飯を投入ですね。あ、サフランライスですよ、かな、はい、本だし、あ、これだ、投入、ちょっと残す、これトマトがないのでトマトジュース投入、塩コショウ、バジル、スパイス、出てるかこれ、オリーブオイル、はい、取っておいた魚介類を入れていきましょう。だだ、残していた本だし、完成、じゃじゃん、じゃあ実食していきましょう。完成パエリア実食だね。アサリのあるところいただきます。うん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 、米はね美味しいわ。もうちょっとベタっとしてるな。味はちょっとねパンチが効いてないな。もうちょっと塩コショウかな。はい、もうちょっと調整します。食べていっております。パエリア、ちょっとね、カニの身が取れましたので、うん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 、まあまあ美味しいです。はい、おしまい。